茨城県道279号、羽鳥停車場江戸線小見玉市江戸茨城県道279号、羽鳥停車場江戸線は、茨城県小見玉市内にある、東日本旅客鉄道常磐線、羽鳥駅から同市江戸に至る、一般県道である。本路線は、JR 常磐線、羽鳥駅の西口から、小見玉市江戸で主要地方道石岡城里線と、 接続する路線。おみたま市、羽鳥の起点付近は、他路線と重複し、羽鳥駅東なる交差点間の約 0.5km は、茨城県道278号、竹の内羽鳥停車場線、国道355号と徴用する。単独区間は、東なる交差点の国道355号分岐より、東へ向かい、JR 常磐線踏切及び、 常磐自動車道古道橋を渡り、おみた市江戸地内で、茨城県道52号石岡城里線に接続する。1968年、新規一般県道として、東茨城郡実り町大字羽鳥の羽鳥停車場を起点とし、東茨城郡実り町大字江戸の県道、石塚石岡線交点まで至る区間を、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号変更により現在の整理番号279となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABCDE、茨城県道路元協調書平成26年4月1日現在、県道の路線認定、茨城県方合街 P3。P 道路の区域決定、道路の共用開始、茨城県方号外、ピアニッシモ、34、9、道路区域の変更、茨城県法、第7112号、ピアニッシモ、89、道路の区域変更、茨城県法、第7173号、P3、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82、 ありがとうございます。